4組目のプレゼンに移りますメイクセンス様よろしくお願いいたします それではメイクセンス様ご準備よろしいでしょうかそれではよろしくお願いいたしますメイクセンスの村上優太ですよろしくお願いしますメイクセンスの斉藤翔太ですよろしくお願いしますメイクセンスの川原彩ですよろしくお願いします メイクセンスの斉藤真中です。よろしくお願いします。メイクセンスの岡桜です。よろしくお願いします。メイクセンスの加藤さなえです。よろしくお願いします。今からメイクセンスの発表を始めます。お願いします。突然ですが、皆さん、日本の農業の現状について、 知っていますか実は農業従事者の平均年収は全309社ある職業のうち第286位ですこのデータからわかるように農業従事者の平均年収が低いため農業の担い手になりたいと思う人が少なくなっていますまた農業従事者となっても契約通りに定時定量・提出の出荷ができるか不安 加工業務用野菜の出荷をしたいが取引先がわからないといったような現状が見受けられますまたこれらの現状により引き起こされる課題が多くありますご覧いただけるように農業従事者自身で取引先が決められない取引先が見つかったとしても生産者が希望する値段をつけられない農業従事者の平均年収が低くなり 農業従事者が減少するこれにより日本全体の生産率が低下し輸入に頼るしかなくなる耕作放棄地が増えるといったものですこのままでは新居浜だけでなく日本国内の農業が衰退しきってしまいますそこで私たちは解決策としてアグスクを考えていますアグスクとは生産者と消費者や 飲食店等の一次生産物を必要とする人をつなぐシステムです皆さん農業従事者を支えている組合といえば真っ先に JA を思い浮かべますよね私たちはその JA と共存を図ることで新居浜だけでなく日本全体の農業を活気づけていこうと考えています私たちの考察によると JA の弱点は DX 化が十分に進んでいないことです。その例として、現在 JA が行っているネット販売の JA タウンではお届け日や発送日を指定できる項目欄がない、コストパフォーマンスが悪い、細やかな対応がなされていないといった消費者からの声が多く寄せられていることです。これでは質のいいサイトとは言い難く消費者目線とは十分に言えません。だからこそ デジタル面で強い私たちが JA をサポートしますまた知名度の低い私たちは JA から農業従事者を紹介してもらうことによりお互いの弱点を補い合いウィンウィンな関係を築き上げていきたいと考えています次のスライドはビジネススキームです青色で示した物流の流れを見てくださいアグスクは消費者から欲しい分の生産物を注文してもらい 生産者に発注します生産者は消費者情報や注文の内容を提示し,提示しますまたアグスクは運送会社と契約しようと考えており生産者から渡された生産物を直接飲食店へ輸送しますここでの輸送についてはアグスクは倉庫を持たないため生産物の取引は短時間で行われます次に黄色で示したお金の流れを見てください 消費者からは送料や生産物の料金が発生し生産者からは代行営業代の手数料として売上げの10%を徴収します希望者のみ広告代とプレミアム会員代が発生しますこのスライドは自社分析を行ったものです内部環境のプラス面は私たちが若いということで SNS に強く行動力があることですまた消費者目線を第一としています マイナス面は営業担当が少ないこと、認知度が低いことが挙げられます。外部環境のプラス面は生産者目線のアプリが多く、消費者目線のアプリが極端に少ないこと、新型コロナウイルスのためネット販売の利用が増加していることです。マイナス面は災害や天候などの自然現象による被害があります。このグラフは2019年度までの国内電子商取引規模の増加を示しています。 また経済産業省のデータによると新型コロナウイルスにより食品飲料酒類の市場規模も EC 化率も大幅に増加しています国内電子商取引規模とはインターネット上で買い物する割合のことです年々 EC 市場規模も物販 EC 化率も上がっていますそのためアグスクも Web 掲載を行うことでたくさんの人に利用,できる利用してもらえるのではないかと考えました 次ののスライドは競合調査を行ったものですアグスクと食べチョクポケットマルシェ、鮮度とを比較しました他社では主に生産者目線となっていますがアグスクは飲食店を対象とした消費者目線のサービスを提供します料金形態としては生産者からは代行営業代としての売上の10%を徴収します希望者のみ広告代とプレミアム会員代が発生します また送料は飲食店持ちになっています他の特徴としては高い品質検査に合格したもののみの販売を行うので消費者にとって満足してもらえるものとなっています今からは私たちアグスクのサービスの説明を行っていきます生産者へのメリットとしては自分が育てた作物を希望する価格で出品でき営業などの手間を省けることです 広告代を払うとアグスク内でのウェブサイトの検索時に広告代の高い順に表示されるのでたくさんの人の目に入り購入される可能性が増えますまたプレミアム会員になるとアグスクが飲食店に営業に行った際に生産物の宣伝を行いますこのことによって生産者は自分の商品を飲食店に売り出す機会が増えることになります そしてウェブ掲載をする際の写真の撮り方や商品発送のアドバイスなどのコンサルティングを行いますデメリットは私たちが高校生であるため認知度を上げるのが難しく信憑性が低いことですまた農作物の旬や季節による価格変動の情報を手に入れることができますデメリットとしては類似したサービスがあるため新規性がないことや天候に左右されやすい点があることです 次のスライドは、アグストが飲食店に向けて提供する4つのプランです。プラン A は必要な商品を必要な時に随時注文する内容で、初年度の2022年から2024年までは統一してこのプランを行います。プラン B は3ヶ月、プラン C は6ヶ月、プラン D は12ヶ月おきに定期便として注文するものとなっています。 この三つのプランは2024年度からプラン A に追加して導入しますプラン A と比較するとプラン B は300円プラン C は700円プラン D は2000円となっています次は価格設定についてのスライドですアグスクでは売上の10%を利益としていますその理由としては他社がだい大体15%から20%で提供しているからです また生産者にかかるプラスの料金は広告代プレミアム会員代ですこの2つに関しては生産者が希望した場合のみの加入となっています手数料を少なくしている分広告代で利益を上げようと考えていますデメリットは他者,との他者との差の理解を得づらいことです他には生産者同士が広告代競争になるまでに時間がかかることなどが挙げられます 先ほど、競合調査で述べたように高い品質検査に合格した商品の販売やコンサルティングを行うことで消費者や生産者が経済的に理解を得られると考えましたまた、高い品質検査は専門家のアドバイスと飲食店との意見を総合した内容にしたいと考えています。生産者への販売促進策を説明します。 20代から40代の農家はネット販売を活発に利用しているのでウェブサイトを開設しますまた SNS も活発に利用しているのでツイッターやインスタグラムでの宣伝をしていきますそしてクラ,フトウェクラフトフェアなどに出展し宣伝活動を積極的に行います高齢者の農家は姿勢頼りや新聞をよく読んでいるのでそれらを活用して 情報を発信していきます飲食店への販売促進策は店に直接営業訪問する商工会議所や商店街に宣伝活動としてチラシを配るなどがありますそして生産者と同じく SNS 上での宣伝や SEO を活用イベントなどでチラシを配布します SEO については後ほど説明します そして他社と同じく消費者に旬な食材を知ってもらえるページを解説しますこちらのスライドは食べ直とリーチストックの旬の食材の掲載ページですどちらも旬の食材を知ることはできますが一つ一つの食材についてはあまり詳しく書かれていませんそこでさらに私たちアグスクは情報をより詳しく提供します一号を例に挙げると 12月にはクリスマスがあるため、いちごの需要がは需要,は需,要需要が上がり、値段が高くなりますが、実は3月から4月が旬のため、より美味しく香りが良いいちごを安価で購入することができます。このような正しい情報やためになる情報をアグスクのサイト上に掲載することによって、Google や Yahoo! などの検索サイトの検索結果で上位に 乗るようにします。こうした S. E. O. をうまく活用し。多くの消費者から。多くの消費が失礼しました。多くの消費者が目にする機会を増やします。事業計画を立てるにあたって。類似したサービスである。旅直の登録者数の推移。農業従事者数。販売農家を調べました。このデータをもとに事業計画を作成しました。 次は事業計画についてです。2022年度は生産者を新居浜、四国中央、西条の3市にし、2023年度は愛媛県、2024年度は四国、2025年度は西日本、2026年度は全国に拡大していきます。消費者は2022年度は新居浜、四国中央、西条3市の個人,営業あすません個人営業の飲食店、 2023年度からは全国の飲食店に展開していきます次に事業目標の生産者と消費者の登録者数をそれぞれご覧ください2024年度までは生産者を100人ずつ増やしていましたが2024年度からは200人、300人と登録者数を増やしました2025年度からホームページを改良し消費者が自由にサイトにアクセスし簡単な登録で 取引を行うことができるシステムを構築しようと考えていますそのため前年度までより多くの消費者に登録してもらえるだろうと考えこの人数にしましたまたスライド内の位置はメインターゲットで2はサブターゲットとなっています次に財務計画について説明します売上高は手数料、プレミアム会員代、広告代を足したものです販管費合計は人件費、 地代家賃、通信費、水道光熱費、宣伝広告費、消耗品費、その他、減価償却費、外注費を足したものです。また、営業利益は売上高から販管費合計を引いたものです。2022年度から説明します。売上高は手数料1,152万円、プレミアム会員代12万円、広告代6万円、合計1,170万円です。 半間費合計は674万円よって営業利益は496万円です。同様に考えて営業利益は2023年度は5950万円2024年度は1億9021万4522円2025年度は8億6182万3205円2026年度は38億 五百八十二万六百四十四六百四十六千四百四十八円です。次のスライドに移ります。初年度は六百万円のシステムを購入しようと考えています。対応年数を三年間にして。減価償却費は二千二十二年度から二千二十四年度までの二百万円です。そして二千二十四年度から一億円のシステムを購入しようと思っています。これは。 六百万円のシステムから一億円のシステムにアップデートすることで、さらに利用者を増やし、また、クレジットカード決済などができるシステムを構築しようと考えているからです。以上から、二千二十四年度から二千二十五年度の一億円のシステムで、対応年数を二円に設定し、減価消却費は五千万円ずつとなっています。 最後に実行体制の説明を行いますそれぞれの役職はスライドの通りです複数にいるところは一番左の人が代表です結びに私たちは政府が示しているポリシーにのっとった企業を提案しますこれにより思いが足りないなどと思われるかもしれませんしかし私たちはどのチームよりも懸命にこの大会に挑んでいる自信があります 株式会社グラビティの山本さんの協力のもと自分たちなりにアイディアを出し合い話し合い自分たちのベストを尽くして力作を作り上げましたまた農作物全般,全般を取り扱うので大きな利益が見込めるのではないでしょうか SNS と関わりが多い私たちだからこそ SNS を利用する人の気持ちを理解し提案できる企業アイディアだと考えます前向きに検討していただけるとありがたいです また劣っている点などを指摘してもらえると幸いですこれでメイクセンスの発表終わりますありがとうございましたメイクセンス様ありがとうございました,ましたそれではここで質疑に移りたいと思います質問のある方いらっしゃいますでしょうか ごごありがとうございました1、えー、つはです、ね、あの JA さんとの関わりなんですけども、まあ、最初はあの生産者の情報を提供いただくとかサポートをされるというところだったんですがこれがビジネスになった時にどういうふうに関わってくるかというのを、はいえっと、JA, JA から、えっと、農業従事者をて、えっと、紹介してくれる代わりに、えっと、僕たちが JA が まあえっと、毎年、えっと、食品、農作物が売れ残っているとお聞きしたので、えそれをネットで、え僕たちのアグスな内で、えっと、ネットで販売しようと考えていますえと j さんから仕入れてっいうことそういうことです。だ生産者から直接仕入れるわけではない,いうことですそうです、j、JA、のことに関しては、そういうことです直接生産者からあの売る場合もあるということですか。それは何はい も、えっともと JA の売れ残りを売るということなので、えっと、僕たちがもともと生産者から手に入れる分には、生産者から直接なんですけど、JA <laughs> から、えっと、手に入れる分には、えー、直接ではなくなくりますあ2つあるということで、あとビジネスとしては、個人には販売しう B B2B ということで、商店だけに販売していくということですか、えっと。メインターゲットが飲食店なので、えっと システムの問題で600万円からで作るのはちょっと厳しいということなので、えー、と2024年度から1億円のシステムを構築して誰でも入れるようにして、えー、そこからは、えー、とメインターゲットは個人営業の飲食店ですがそこからは、えー、と範囲を広げていきたらあとまあ、あの実は我々も魚の方で B2B メインでピチッという。 システム立ち上げで行ってはいたんですけども、なかなか厳しくて、ですね多分ここにあるようにその、やはりあの買ってくれる対象者に対する営業が非常に難しいと、でそれがまたあの見つかっても継続して買ってもらうとう難しいで、その理由として、1つはあの、まあおさかまあ、野菜も同じなんですけど、やっぱ季節によって、あと天候によって、ちゃんと魚が確保できるかどうかっていうところが1つ難しい。だから お店がこの時に欲しいのに行った時にちゃんとお魚を提供できないっていうそういうリスクが一つあるということで、まあ、継続が難しくなってくるということとまあ,あの瀬戸内の魚と言いながらも、えー、やはり日本海の魚もいいし、まあ、いろんなその全国各地にいいものがあって何々がその商品としての,あのメリットっていうか。 強みなのかっていうところをやっぱりあのはっきり、まあ、野菜なら野菜ではっきりした方がいいんじゃないかなと、まあ、売れ残りではあるけど売れ残りにも中にもこういう商品としてのメリットがあるっていうところをどうその消費者のに訴えることができるかっていうところが重要かなっていうふうにはちょっと思いましたのですいません勝手なことですけども以上ありがとうございます。はい えその他ご質問ありますでしょうか。えっと株式会社グラビティ代表のミネですの発表ありがとうございましたお疲れ様でした。あとあのミ、ね、皆さんみたいな若い方々がこう農業のところで課題意識を持っていただいているので感銘を受けたっていうのが第一印象です。ちょっとあのプレゼンの内容に関していくつかえっと質問させてほしいなと思うんですけど。 えっと事業計画のところで、えっと、制約件数と制約回数っていう2つ行があって、えっとまあ、最初のこ同じ数字で後半違うんですけど、この件数と回数の違いって、どういう意味合、はいで、えっと、2022年度と2023年度は、えっと、スライドで、えっと、プラン A を2022年度、ま、 2023年度2023年度にかけてプラン A だけを販売しているので契約回数というのは、えー、と取引をする回数のことで,で2024年度からプラン B、プラン C、プラン D と,、えー、と入れていくので、えー、と2024年度から契約件数というのは、えー、とお客さんの数みたいな感じです。 わ、はい、かりりまましたありがとうございますでもう1つ最後に質問なんですけど、えっとえっと、売上高は手数料になると思うので実際はその、えっと、このアグスクの上で動く野菜の物量でいうと多分この、えっと、売上高のかける10倍ぐらいが、えっと、取引量、まあ、取引売上高になるかなと思うんですけどおそらく1年目で1億円程度で、えっと、例えば3年後だと10億円分ぐらいの野菜が。 えっと、アグスクの上で動くかなと思うんですけど、なんかその辺。それだけ、その野菜を確保できるような見込みとかっていうのは。えっと、検討とかされましたか。一応、えっと、計算の仕方なんですけど。えっと、一店舗が週に二回。 えっと、アグスクを利用して野菜を買ってくれると考えて、えっと、2022年度だったら、えっと、64店舗なので64店舗かける1年間52週なので週に2回と考えて64かける52かける2で6556件とかになってすべ、えっと、て週2回で計算しているのでそこを。 そう考えました。わかりました。ありがとうございます。はえ、い、その他質問の方はよろしいでしょうか。それではここで審査員の方に公表いただきたいと思います。矢吹様よろしくお願いいたします。 愛媛東予産業創造センンターの矢吹ですすプレゼン非常に素晴らしかったと思いますで私の、えっと、個人的な話にちょっとなっちゃうんですけど実家でですねみかんを作ってまして専業ではないにしても毎年みかんを作ってるんですねで毎年我々も私もですねちょっと手伝いに行くんですけど行くたびにですね放棄地が増えてきてほんと今 うちの実家で作ってる、えっと、みかん以外は皆さんもう放棄地になってもう荒れ放題の状況になってるんですよね。で原因の一つとしたら、まあ、こちらの方にも書いてましたけど1年間前ちょっとちらっと聞いたことあるんですけどみかんの作業をしてこれだけの売り上げをっていうのを聞いたことあるんですけどそれではちょっとしんどいないのかこがあってぜひですね、えー、とこういうのを実現していただいてその農家さんが作る のに対して見合うようななんか対価で販売できるようなシステムをですねぜひ作り上げてもらえたらと思いますでえっと今日のプレゼン聞かせてもらって非常にちょっとびっくりしたことがあるんですが YouTube でえっと今度予,予選というか第一審査させてもらったんですがその時にはちょっと失礼な話ですねあんまりちょっと響かなかったんですよねだ <laughs> けど今日のプレゼン聞いてちょっとびっくりしまして。 えと他社の、えー、と競合先との比較とかですね、えー、と売上げの予測とか、ちょっとびっくりしました、非常にプレゼンの力が上がってるなというのは非常に感じました。 で、えっと、ちょっと最後になんですが我々もですね今 DX デジタルトランスフォーメーションいるのにちょっと力を入れて注目してましていろいろ高校生さんにも対しての、ね、いろいろなんか、えっと、教育メニューをちょっと提供できないかなと思ってましてその時に、えっとえっと、高校生をバカにしてるわけじゃないんですけど何したらええんだろうとか何を。 えっと、提供できるかないのをちょっと悩んでたんですけど、今日の話を聞いて、ちょっと安心しました、もう,もう多分ですね、いろんな DX の情報とか、いろいろ技をです、ね、身につけてもらったら、きっとビジネスに結びつける力は十分に持ってるんじゃないかなというふうに思いました、今日こちらの方が本当、非常に勉強になりましたんで、こちらの方もお礼を言わせていただきます。ありがとうございました ありがとうございましたそれではメイクセンスの皆様ありがとうございました<手>以上ですべてのグループのプレゼンが終わりました えー、それではここで結果発表と表彰式の準備を行いますので皆様しばらくお待ちくださいませそれではお待たせいたしました発表した高校生の皆さんです 素晴らしいプレゼンをいただきました四組の高校生の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたしますそれではここで株式会社グラビティ顧問のケイシー様より好評をいただきたいと思いますケイシー様よろしくお願いいたしますありがとうございます 改めて、東京で起業しているウォール・します。えっと人工知能と心理学を組み合わせて、ウェブのサスツールをやっているんですねで。みんなのモチベーションを見えるかのツールをやっているで。それを日本で外国人として上場を目指しているで。割と近いところになっているでまあそれは僕の自己社会。でまあ、今の、まあ、みんなの目を見ると、 本当に2時間前とちょっと違う目線になっているのでみんな大変頑張りまして僕もすごいなと思うんですね今日のチームワークとか感動とか、まあ、もちろん緊張もすごくあったと思うので,でそれ全部乗り越えてで今ううまく表現できていいプレゼンテーションできて視長、まあ、もいる素晴らしい経営者の前で 僕はは時代は絶対できなかったで今日みたいな経験はすごく大事だと思うんですね。心理学的で、まあ、これピーク・モメントという最高の瞬間。でずっと働いていろいろ問題あってとか多分ぶ,つけぶつかり合ったところもあったとか、まあ、信頼はうまくいくとかいろいろあってでそれに乗り越えて発表できて。でこれはは多分、まあ、みんなはどういうい道 アラブ分からないんですけど、まあ、これは起業家のすごいいいところだと思うんですねで。僕は11年前、起業家になってで、今の人生で一番ベストの判断と思うんですね。その起業家として、本当にまあ純粋な気持ちで生きられるですね。こういうピークモメント、こういう感動するの瞬間、いっぱい来るんですね。で、まあ、人生が短いというとか。 人生が長いという、まあ、間違い判断すると人生長いとかけど起業家になると本当にいろいろ経験できるんですねこの11年の中で僕はまあ会社、まあ、大変なんかいっぱい人を辞めたとか嫌な、まあ、社長とか言われたこともあるとか事業計画うまくいかないとかいろいろスいっぱいあって、まあ、倒産も近いのところも 何でもなんか死にそうなところもあってけど今ちょっと立ってるんでうまくいってるところもあるんですけどこの11年で多分三30年ぐらいの経験もらってるんですねそれはすごい豊かな人生だと思うんですねでみんな今日の発表とか事業計画すごく深く考えたたと思うんですねなんか税金も考えてとか免許も考えてとか原価昇格も考えていてそれは素晴らしいだなと思うんですね僕はまあ 慶応大学とかいろいろ東京とか、まあ、こういう審査員の立場でいろいろやったんですけど同じレベルで戦えるんじゃないかなと思うんですね、まあ、これからの新浜でこういう経験があるとか、まあ、こういうスキルがあるとか、まあ、これから世の中に行くと、まあ、新浜の未来は明るいんじゃないかなと思うんですねで僕はまあそういう上場するときはちょっとお金に入るんじゃないかなと思うんです でそれまだ自分の中で起業したかったら新居浜のためとかちょっと引きに来てください僕のお金取りに来てくださいお疲れ様でした最高でしたケイシイ様ありがとうございましたそれでは結果を発表いたします優勝チームは 高校生ボランティアサークル、メイ様です、おめでとうございます。<拍手 S 1> それでは石川市長より表彰をいただきますので、高校生ボランティアサークル、メイ様は前の方にお進みください。優勝チームには副賞として、ケイシー様の著書、未来をつくる起業家、日本初スタートアップの失敗と成功、そして制作に携わられた映画、 スタートアップガールズの DVD を贈呈いたしますまた参加賞といたしましてハローニューグッズもプレゼントいたしますこちらは参加された高校生皆様に後ほどお渡しいたしますそれでは視聴よろしくお願いいたします表彰状優勝ボランティアさんクトメイドあなたたちは新居浜市未来会議の高校生ソーシャルビジネスコンテストにおいて柔軟な発想から本市の社会問題の解決につながる 優秀なビジネスプランも提案されましよってここに表彰します。今後も何事にも積極的にチャレンジされることを期待します。令和三年八月八日株式会社グラビティ代表取締役目下、ね、吉久三浜取締役。おめでとうございます。 高校生ボランティアサークル名様、ま、おめでとうございました。それではお戻りください。続きまして株式会社グラビティ様より出資意向をご表明いただきたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。 はい、えっ、ー、と皆様お疲れ様でした。えっ、ー、と皆さんのプレゼンテーションをお聞きしまして、えっ、ー、と株式会社グラビティとして、えー、あるチームにえー、まあ出資をすることをまあ、前提というか、前向きに考えたえー、意向表明書というものをえっ、ー、とお渡ししたいなと思っております。はい、ではあの発表していいですか？このままいいですか <laughs>？はい、えっ、ー、とえー、意向表明書を、え。ー 出させていただいて、一緒一緒に仕事をしていきたいなと思ったチームは、えっとメイ基地になります。おめでとうございます。おめでとうございます。<laughs> それでは高校生ボランティアサークルメイ様お願いいたします。仕事じゃないんですけど、はい、えっと公表明書、高校生ボランティアサークルメイの、ええ、はい、なかなか余力ないんですけども、あ一緒に。 え皆さんのビジネスアイディアを具現化できるようにしていきたいと思いますので、一緒に事業化をできるようよろしくお願いいたします。おめでとうございます。皆様ありがとうございました。以上をもちまして、高校生ソーシャルビジネスコンサスコンテスト審査会を終了いたします。審査会は終了いたしますが、すべてのチームの熱い思いと。 ビジネスアイデアを次につなげていけるよう検討していきたいと思います。え、また後日改めてチームごとにフィードバックを行いたいと思います。このような機会を通して地元のために立ち上がり、様々なことにチャレンジしようと思ってくれる若者が増えると嬉しく思います。これからの皆様のご活躍を期待しております。当事業にご参加をいただきました審査員の皆様、え、そして高校生の皆様、 誠にありがとうございましたそれではこれをもちまして高校生ソーシャルビジネスコンテスト最終審査会終了いたします本日は誠にありがとうございました